こんにちは。今日は私の食べているものについて少し紹介したいと思います。で、主にスムージーについてお伝えします。先日ですね、看護学校行った際に食べたものを教えてくださいと質問があったので、いろいろ記録したのをちょっとご紹介していきたいと思います。で、ゆいクリニックでは食事の記録をつけることをお勧めしています。私は、ずっと継続して記録してるってことはしてないんですけど、時々、こういったチャンスがあったりとかすると記録していて、3年前にも、食事記録をつけてたのを振り返ってみると、あ、この時こんなもの食べてたんだなと振り返ることができて、非常に、なんていうのかな、いろいろ面白いのでぜひ皆さんもつけてください。で、もし体調不良があったり、ダイエットしたい、体重を減らしたいとかって人がいた場合には、一応食事記録をつけるようにお願いしてるんですね。で、記録をつけるときには水以外の食べ物や、ほんの一口食べたものまで全部食べ物飲み物ね、記録することをお勧めしています。それによってですね、一応どんなものを食べてるかっていうのがやっぱり体調とつながってきたり、体重とつながってきたりするってことで見えてくるものがとても多いです。で、こちらの方がですね、食事記録からのつけ始めた1日目なんですけど、今年の3月から家族みんなで朝食抜きをやっていてですね、で、お昼にスムージーをとって、で、火曜日は午後夕方から診療なので、夕方までの間こういろいろ仕事しながらご飯を食べるっていうことで結構いろいろ食べてます。これに関してはちょっとツッコミどころ満載なんですけど、とりあえず今日はね、その中でもスムージーについてお伝えしたいと思います。で、西式健康法では基本的には根菜と葉野菜を組み合わせて食べるようにってお勧めされてて、実を食べるってことはあんまりお勧めされてないんですね。ただ私の方は健康に良さそうな野菜を全部入れちゃえってことで入れてるので、これがベストですっていうわけじゃないんですけど、皆さんも自分でこれがいいなっていうのがあると思うんですけど、やめといた方がいいっていうのが豆乳ですね。豆乳前入れてたこともあったんですけど、ちょっと消化に難しいなっていうところがあるので、スムージーに入れるのをやめて毎日取るのも避けた方がいいかなっていうふうに思います。で、それからですね、パイナップル入れてるんですけど、これやっぱり甘くしないと美味しくないって言って飲んでくれないので、果物は大体入れてます。で、今はリンゴが時期じゃないので、パイナップル入れてるんですけど、リンゴが時期のになってくると、スムージーに大体リンゴを入れて、他にも余ってる果物があったら入れたりとかしてます。あとエリンギはですね、食物繊維いっぱい取れていいかなっていうことで入れてるんですけど、これがいいのかどうかちょっと。で、ナスはアクがあるので、ちょっとしか入れてません。味見程度にですね。で、あとは、冬瓜ですね。冬瓜とモーイ。これは今旬の野菜っていうことで、入れてます。で、ファーマーズマーケットに行くと、大体ですね、旬の野菜がもうどんどんたくさん出てるのが、今旬だなってわかるので、それをメインに、買ってスムージーにしてるんですね。で、モーイが、赤瓜とかっていう感じで茶色っぽい色でね、冬瓜はこの緑っぽいのですけど、どっちも中は白っぽい実で、冬瓜もビタミン C 豊富だし栄養があるということで、実になるのでね、入れていいのかどうかあれとして入れてます。それからあとはこの長生百薬、つるむらさきの仲間でオカワカメって名前でも言われてるってこと、これがね、すっごい栄養があってね、だいたいね、ファーマーズマーケットでね、年中売られてるんですね。で、ミネラルも豊富で、もちろん濃い緑の葉っぱっていうのは葉酸が入ってるんですね。で、通常はお浸しにして食べたりするんですけど、火を入れるとやっぱりミネラルは大丈夫としても、でも水に溶け出したりとかする部分もありますよね。なので、なるべくそのまま食べるってことで、スムージーだったりすりつぶしてね、何か混ぜたりとかね、みじん切りしたりとかして生で食べるっていうのがやっぱりすごくおすすめです。で、スムージーに関しても作り方としてですね、高速でガーッと粉砕しちゃうと、やっぱりビタミンをぶっ壊すっていうことで、なるべく高速で粉砕しすぎない方がいいっていう風なお話があるんですね。それはそうだと思うんですけど、うちの家族しっかりドロドロにしないとね、食べてくれないんですよね。で、結局飲んでくれなきゃ意味がないっていうところで、結局うちではバイタミックスっていうすごい高速でね、ハイパワーで粉砕してくれるブレンダーを使ってるんですけど、それを使う前は一般の電気屋さんで売られてるミキサー使ってたんですね。でもそれも結構値段は高いんですよ。何万円かするやつなんですけど、でもこれがね、
人参じゃなとかね、リンゴ入れてた時があったんですけども、引っかかる引っかかる、ものすごい細かくやってやっとなんとか回ってくる。ちょっとでも大きいとも引っかかって、朝からですね、引っかかったら全部ひっくり返して、中に引っかかっての取り出して、またもう一回みじん切りして、もう一回入れてってね、これですっごい時間かかって、もめげてたところでバイタミックス入れて、もううちのキッチンスタッフもね、あのバイタミックス使ったらね、もう絶対これが楽だからいいって言って、結局なんかあのうちではバイタミックスを使うようになったんですね。ただし高速回転すると栄養を壊すってところで、取れるギリギリだけど、できればあの粉砕しすぎないところいうところがおすすめです。あとはあの半玉、半玉ですね、半玉はこの紫っぽい葉っぱですね、これもすごい栄養があって、あのいろんなところでね、あ、まあ、でも沖縄以外でも取れるのかな、あのいろいろあの旬の濃い緑の葉っぱを取ると、生で取るとね栄養が取れるのでおすすめです。でそれからあとはまあオクラもね、あのオクラ水って言って、あのお水につけてその水を取るとね結構栄養が取れるっていう話もあったりするんですけど、あのまあスムージーにも入れちゃってるっていうところですね。で、あのあとはビタミン C、これねうちではねちょっとねサプリを入れ、粉のサプリを入れちゃってるんですけど、これ入れないとねすぐ酸化して濃い緑がねもう茶色っぽくなって味も落ちちゃうんですね。だから酸化防止にビタミン C を入れてるんですね。で、あの栄養を取るためにサプリとしては、たくさんにいっぺん取らずに少しずつ取るのがビタミン C の取り方のおすすめです。あとオリゴ糖ですね。オリゴ糖に関してはまあ、少しあんまり甘くはないんですけど、ちょっと入れた方が子どもたちが飲みやすくなるかなってことで入れてはいるんですが、まあ、そんなにたくさんは入れてません。たくさん入れても甘くはならないのでね。あと人参ファイバーサプリって書いてあるんですけど、アイデアルユーっていうね、サプリメントなんですけど、でもこちらの方は食物繊維で腸内洗浄、腸内のお掃除をしてくれるということで、まあ、ちょっと効果あるかなって、ほんのちょっとだけ入れてるんですけど、こういったサプリは、一応ユークリニックでトイレ扱いしてるサプリの仲間であります。で、まあ、スムージーね、粉砕し、やっぱり噛んで食べるとなかなか、限界があるっていうところで、粉砕するのはいいけど、粉砕しすぎない。あとは、野菜とね、果物は、酵素がたっぷりなので、生で取るってところで、まあ、取りやすいってところで、おすすめですね。ただ、食物繊維取りすぎるとお腹が張ってしまうような腸の状態の人もいるんですね。だから、スムージーがちょっと合わないっていう人は、ジューサーで、汁だけを取って、食物繊維を取り除いて取るっていうのも、そういう方法もあります。以上、スムージーを中心に、ちょっと食べ物についてご紹介しました。ありがとうございました。